ポチリポチリポチリ。賢人を6人見つけたらしい。昔は七賢人って言って7人いたけど、どうやら今は6人しかいないらしい。語呂で七賢人にしてしまっただけかも。歴史の裏側。いや、いたんちゃう。ねえ、いたんだよ、きっとね。よし、じゃあ、最終章行ってくるか。行ってくるね、サボテンくん。行ってくるね。待っててね、お家で。行ってきまーす。来たぞ。来たぞ。これ本当にラストになるのかな。どうなっちゃうんだろう。ポキール、来た。登るよ、じゃあ。登った先に何があるのやら。これどうやって登ってる？結構急じゃない？これテクテク登るけどさ。うわぁ、どこ？これ、こっちか。だだ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 だ。何がいるんだ。わぁ、キノコ。これ、うわぁ、すごい。へぇ、すごいな、これ。こっちか。心細いな。誰かと一緒に来ればよかったかな。でも一人で来るって決めたんだ、ここは。あー、普通にできる。届かない。ここか。この上は聖域だもん。へえ、すごーい。もんお邪魔しまーす。え、ん、入ったよって。門に入ったよ。わあ、ここが聖域。へえ、わあ、変な敵いっぱいいるな。あれ、草人くんだ。こんにちは。ここはマナの聖域。悪い化け物がマナの木をかじったり叩いたりかじったりしてるの。化け物たちはマナの力を吸い尽くすためにこの深海までやってくるの。そうなんだ。サビト君は大丈夫なの？化け物って私が今倒してる雑魚的なことかしら。あー、こっちはいけるわ。いけるわ。いで、やだ、あだ、あだ、あいで、あだ。痛いんですけど、痛い。石化してる。やばい、死ぬ。やばい、死ぬ。やめろー。え、強すぎない？ちょっと。おー、死ぬ死ぬ死ぬ。危ねー。あの組み合わせはやばいぜ。やばいぜ。お？これは敵をみんな倒したってこと？私は光、そして闇、あなたが戦ってきた闇のすべて。それは私の半分。私は縁の外、そして縁の破壊、そして再生。私は愛。はぁ、あ。私の半分。私は愛。私のすべてが正義ではない。私のすべてが清らかではない。それらは私の半分の姿。私の半分を求める者たちが正義の剣で人を傷つけ、人の自由を奪い、私の真実を隠す。なるほど。あなたに私の闇の姿を見せます。あなたはそれに打ち勝ち、英雄になりなさい。私を求める者たちに道を示すために。マナの女神ってこと。マナの女神を倒して、闇の部分を倒して、どうするんだ。わわ
え、こんな感じなの？わあ、わあ怖い、わあ怖いよ。やめてやめて。あー、なんか強い気がする。あ、ここで何かしてきたらこれですよ。いや、あんまり意味ないな。あんまり意味ないな、これな。おら、くーってか、こういうタイプか。人型だとちょっとね、人型だとちょっとね、当てにく。強いんですけど。ちょっと待って。はあ、めっちゃ強い。ちょっと待ってよ、これ。下の月っていうか、影がどんどん上に登ってきてるのはなんか意味あるんじゃないかな。うおー、怖っ。あれが一番上に来るまでちょっと待ってみるか。逃げろー。ちょっと来ないでください。来ないでください。意味ないかな、何も。気になるんだけど。いや、まさかあれが上に来る前に倒せってことじゃないと思う。あれ、はまったよ。わ、わあ。あ、なるほど。え、そういうこと？あれ、もしかしてあれ、ためる前に、あれがたまる前に、うわー、そしてこっからか。へえ、やばいかも。強いよー。わあ。にゃー。あー、くそ。いやいけるじゃん、いけるじゃん。あ、いや、なんかしてくる。また同じだ、これね。あ、同じじゃない。勝てる。よし、いいぞ。うん、あー、よし、あーつ、わいこだね。あー、くそ、この、よし、当たれー。よし、当たったー。危ねえ。んー、こんな、くそらー。あくそー、まだくー。ここアンチ、ここアンチ、アンチ、アンチ。よっしゃ。倒した。はあ、倒した。はあ、近づかんとこ。ああ、闇だったのか、今のが。ああ、飛んでく。よし、倒した。はあ、スタ。はあ、心臓がバクバク言ってる。わ、なんだあれ、くさびとくん。この前の運ばれてったくさびとくんかな。わ、どうも、僕くさびとマナの木を直しに来たの。そっかー。お？マナの木が呼んでるの、行かなきゃいけないの。行くのか、みんな行くのか。風が運んでくれるでしょう。何のことやらさっぱり。あ、なんでだろう、マナの木、私が半分を倒しちゃったから。みんな運ばれてく。サボテンくんは一応草だけど。ちわー。わ。わー、飛んでくる。
全国各地からクソ人くんがうわー集まってくる。シュワ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 。どうなるんだ。うわー、クソ人くんが来て、あ、来てる来てる。治るのかな。うわうわめっちゃ来てる。へえ、こんなにいたんだな。うちのサボテンくんも来てるのかな。サボテンくんはちょっと一応植物だけど、クサビトくんたちとはなんか違う気もするけどな。直してるのかな。直してるっていうか、マナの木の一部になるってことかな。あ、みんな来る。あ、サボテンくん。あ？うん、草木はみんな根っこでつながってるの。たくさんの草木に見えても僕らの本当の次元では僕ら一個なの。エンディングだこれ。草人くんたちの言葉かこれ。なんでニキータが主体なんだろう、エンディング。あ、クサビトいなくなったにゃ。こんな入れ合いになるなら一匹がめとけばよかったにゃ。おいらどうすらいいにゃ。さすがのニキータさん。好きな人に花の種をプレゼントしましょうってことかしらね。なるほどね。へえ。みんないなくなっちゃったのか。ただ好きってことだけで今ここにいます。クサビトくんの言葉はない。おい、何簡単に入ってんだよ。クサビトくんの言葉はいいよね。あー、終わった。ありゃ、終わりましたね。はあ、はあ、言うて。まあ全部のクエストやったわけじゃないけど、まあなんだ、主な3つのストーリーと、あとこのマナってね、ことで、すごい、すごい哲学だった。嫌いじゃなかった。でも、むしろ好き。ね、いろいろ、いろいろ考えられるね、考えさせられるゲームは、いいよね。いいよね。サボテンくんは最後あれかな、私の帰りを待ってて帰ってきたからわーって来たのかしら。わー、なんか知らない魔法が。でもよかった。わーわー、プニいっぱいいる。わー、プレステ2でやってるけど、どうも調子が悪くてね。一応できてよかった。あ、豆一族。プの人たち。あ、パドくんとコロナちゃん。サボテンくんがいなくなったぞって。パドくん、今サボテンくんあれだな、ポストに入ってたな。あらあら。でもどうなんだろう、女神マナの木がなくなったからってな。そんな、あ、カニ、いや、なくなってはないのか。
マナの木もうだいぶね最初に投稿したのいつだっけ、半年ぐらい前だっけ、時間が空いてしまって最初のなんかオープニングどんなだったかちょっと忘れてしまってね、マナの木をめぐってどういうことが起きてたのかちょっとあれになっちゃったけど、まあなんでしょうねなんでしょうね、とにかくハッピーエンドなんだろうきっと、闇の部分を倒して、でも倒して別に闇を憎まなくていいって言ってたポキールが、闇を憎まなくてもいいけど、何なんだろうな最後のやつは、こう絶対的なマナの女神とかマナの木とかの闇の部分を倒すっていうことをみんなに見せるっていうか知らしめることで完全な存在ではないんだよってことなのかな。難しいね難しいね、哲学的な話だね。まあ考察はいろいろあるんでしょうが、いやー主人公ちゃんね、男の子でもできたはずだけどね、みとこちゃんね、いいキャラだったね選択肢とかいいキャラ出てたよね。あ、大きいところだね、キャラクターがね可愛かったよね。まだやってるあ大丈夫かな、プレステ2がブチって言い始めた。これわあ言うて、レジェンドオブマナ、これ最後お家に帰って、最後お家に帰ってサボテンくんの日記を見るなどということはできないのでしょうか、できないのでしょうか。終わりだ。お、なんかいきなりムービーっていうか雰囲気が違うね。お、なんだ。わ、ぬるぬる動く。わ、見てる。新しいの見てるよ。わ、え。うわあ。はあ、フィンですな。なるほどね。サビトくんは風だっても言ってたもんな。サボテンくんとのその後はサボテンくん日記読めないのかな。あれな、セーブや。うわ、どうしよう。とりあえずセーブして、サボテンくんは音符ついてら、サボテンくん、これで終わりか。じゃあ聖剣伝説レジェンドオブマナー何ヶ月かかったの数ヶ月にわたりね、ありがとうございました。また次回の実況でお会いしましょう。